はいどうも、ブンクラです。今回も遊んでいきたいなと思います。ですね、ライブ配信に来てくださった方は、ちょっとここ今綺麗にしてます。ライブ配信に来てくださった方はご存知かと思うんですが、今ね、ここに新たな村人さんに来てもらって芋を育ててもらってます。で、ここの下にはホッパーが設置してあって、あそこから水を流すとですね、こっちに流れてきて、ここでお芋が焼けるようになりました。よし、これがまず変わった点ですね。で、今ここにね、猫さんがいるんですけど、今回ちょっとね、猫さんのお家を作ろうと思います。あの木の上にね、ちょっと家を作ろうかなと思ったんですけど、結構もうやられてる方が多かったので、僕は今回ちょっと普通にね、新たにこの猫さんたちの家をちょっと建てようかなと思っております。猫子、チンカラ、多分、スカラ、きっと、まあね、いろんなとこに猫さんがいるんで、まあ犬のね、お家は作ったんで、今回はね、猫の家を作っていこうかなと思います。猫の家だよ、猫の家。キャットタワーだよね、キャットタワーで。私分からですね、今回ですね、ちゃんとね、見てきましたよ。キャットタワーがどんなものかをちょっと見てきたんでね、その通りにちょっと作っていきたいなと思います。まあその通りにというか、ちょっと参考にね、しながら作っていきたいなと思います。今回はね、なんかね、ちょっとね、アマゾン見たからね、俺。キャットタワーってどんなだと思ってね、アマゾンちょっと見てきたんでね、ちょっと、アマゾンさんの力を借りてね、ちょっとやっていこうと思うよ。よいしょ。まあ、今回もね、ちょっとダークオークは使っていこうかなと。お前、ダークオークばっかりじゃねえかよって思うかもしれないけど、ちょっとこれをね、使っていこうと思いますよ。よいしょ。あ、こんぐらいあればいいんじゃない？あ、こんぐらいあればいいね。よし、ちょっとこれで作っていこう。こっちにもちょっともう一列広げて、ここももう一列広げて、ここも広げて、ここも広げると。なんか結構でかいやつになりそうだな。まあいいか、ちょっとやっていこう。できたけどなんか寂しいよね。でもキャットタワーってこんな感じなんだよね、見る限り。なんかでも欲しいね。なんかできんかな。猫。装飾が足らんのんかな。なんかできることがありそうなんだけどな。何かあるかな。なんかできること。そうだね。ちょっと考えてみよっか。はい、それではお待たせいたしました。じゃあキャットタワーをご覧ください、どうぞ。またやったな、俺これまたやったパターンだな。ねえ、チャット、ちょっと行ってみようか。よいしょ、チャットおいで。よし、行くぞ。はい、今回作ったのはですね、このキャットタワーになります。黒猫がいますね。で、ここに猫さんたちがいます。チャットおいで、チャットおいで。よし、いい子だ。いや、猫たちもね、みんな喜んでますね。もうこの裏側までね、猫様は気に入ったみたいで。いやー、お、やっぱ黒助は目の付けどころが違うな。ここに乗ってね、黒助ちょっと行ってみるかい。じゃあいいよ、黒助行っていいよ。よいしょ、行きな行きな。ね、どうしたどうした、黒助がビクンビクン。ちょっと黒助やめて、ちょっとそれちょっと問題、ちょっと黒助ちょっとダメだ、俺が行ってくるわ。ちょっと黒助そこいて。ちょっとここを押すとですね、ドーンドーンドーンって言って、この猫の上に乗れるという。そうそれだけじゃない、それだけじゃない、やっぱキャットタワーって猫が遊ぶもんじゃないですか。だからこんな感じにしてみました。このね、上にもね、一応ね、上がれるようになっていて、ここにはね、チンスコがね、ここでいい子してますね。いや、分かってる分かってるよ。今回もやらかしたよ。今回もやらかしたの分かってるけど、ちょっとどうしようもなかったんだよ。許しておくれよ。ちょっとまた、あの、猫の色とか変えようかな。手の先とか白にしようかな。そういう問題じゃない？はい、ということで、今回もご視聴いただいてありがとうございました。また見てください。バイバーイ。やらかしたな、俺。